全国じゃなくて全世界ですよ。全国じゃなくて全世界ですよ。はい、ブラジルもアメリカもね。ということで、あのタイの人が見てる。シューちゃん Z のスーパーキャリーの今までな中を見せてもらってなかったので、今日はそのどぎついスーパーキャリーの中を コーラの飲みさえ飲みかすケンメリのプラモ、ケンメリしかもバフェン、アコスカのプラモ、コスカもバフェン、A ちゃんタオル、 A ちゃんタオル、なめ猫、なんじゃこれはもう、はいはい、すごいっすよね。ちょっと運転席回りましょう。このね、車の詳細というか、まあ過去動画に上がってますんでね。これね、このラークのなんていうんですか、タバコ入れ使ってるんですか。使った。え、この辺も貼ってあって。いやー、すごいわこれ。オスの精神。オスの精神。これ一応これナビとかフラリオンのデッキとか入っとるんですよね。で、え、これターボなんですか。違うよ、あれハッタリや。びっくりした、なんでブースト系があるんかなあれハッタリや。すごいっすよ、なんかね、こんな感じで、なめんにゃいやお。オイルクーラーね、サバンナのオイルクーラー。これだからもうどこをこうどうフォーカス当てたらいいのかがちょっとよくわからないんですよ。で、本人に来てみると一番の売りは、え、どれ、これ、まあ、それもやけど、このカーテンレールもあれやね。これカーテンレール、うん、これカーテンレール、カーテンレールに、こうもだからもうね、すごい寄せ集めなんですよね。サバンナ、これはなんかヒノカなんかの車っていうね。で、これは何、バイクのチェーンね。バイクのチェーン、電車のチェーン、なんかちゃんとこれもらいもんやからわからんね。でもなんかね、コーナーポールだけでもね、これ何本もついとるんですよ。ニコイチ、これニコイチ伸びるね、ニコイチついとるしね。でこのもうカナードと言っていいのか何と言っていいのかわかんないですけど、こんなんとかね。でこれもなんかワゴン R 用で、トタン板、汎用ダクトで、これはなんか板金曲げて作ったようなやつとか、もういっぱいついとるんですよ。これはな、確かボクシーの中でグリルかな一部やと思って。ボクシーの上のメッキの部分をね。上の回転灯はあれですけど、IPF はつくんですか。つなげてない。あ、つなげてない。ああ、近々繋ごうと思えばそこにバッテリーが引き取るからね。そうやね。ほんで、もう配線簡単、このこれ開くんかいな。はい、開けていいですか。配線来とるからな、バッテリー繋ぐのが通よ。これもね、これもなんか、ほらここにバッテリーが来とるんですよ。え、ええー、ね、これトンカバーね。
これをな、こんなめんどくさいね、なんかこうカチンとワンタッチで開けるように。ああ、ね、今このあれでね、ワンタッチで開けるように、これがまた、まあ、それまた考えないといけないですね。ここは取ってくれたの？それ前取ったじゃないですか。これ、これが日本人の心やで。それはもうだいぶ左曲がってます、右曲がってますけどね。あんまり言われへん、もう広告使えへんやったらどうするんですか。なに、なに、どんちゃん。ピロ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 。はいはい。ね。もういろんな意味でね、ちょっと扱いに困るんですよ。わかるよ。わかるよ。で、これね。はい。見逃すな、犬の喧嘩と飛行の兆し。見逃しちゃダメですよ。見逃しちゃダメ。ね。お子さんがリーゼントパーマしませんか、眉毛がない状態続いてませんか、反り込み入れてませんか、飛行防止習慣ですからね。はい、よろしくお願いします。眉毛はどこからの、眉毛は大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ということでね、皆さんも気をつけてください。大丈夫ですか。ということでね、はい、ということで、今日はしゅうちゃん Z のスーパーキャリー、シューちゃん Z のスーパーキャリーっていうのもなんかややこしいね。それでいいよ。それがいいんですか。シューちゃん、昔からシューちゃん Z で、シューちゃん Z のスーパーキャリーの中身、もう一回見とこ、もう一回見とこ、こんなんですよ、もうドサですわ。もうえらいことですわ、もうね、タクシーの料金もこれ、そうです、この上もちょっとモザイク、これ大丈夫、これ広告大丈夫、これ。センシティブな内容含んでないこれ。こんな感じです、はい、ということで。疲れるな、もう。大丈夫ですかこれ、うん、はい、大丈夫大丈夫。カバンは取ってくれたの、カバン出してください、そのカバン。今実年齢聞いたらね、もう還暦前なんですよ、赤いちゃんちゃんこ着る前なんですけど。ね、お母さんが一生懸命縫うたね。お母さんが一生懸命縫う、当時の島大輔、もう妻ね持っとるんやっちゅう話、まあ、他にはないよ、ごめん、もう卒業しましょうよ、他にはない、ね。高校はね、18歳で卒業ですから。40年経ってますよ。灰になるまで青春。ということで、40年間の時が止まったままのシューちゃん Z でした。前、昔は鉄板入れとったんだよね。連絡帳入ってない。お母さんにもうちょっと。担任の先生から真面目な大人になりなさいって、はい、通信簿入ってないですか。あの、肌立てんだよ、かま。もう大丈夫ですよ、はい、もうお腹いっぱいで皆さん扱いに困ってますんで。肌何種類も持っとるよ。肌、何の肌ですか。一応見とけよ、もうここまで来たら。ここまで来たらもう一応ね、もう3分回すも5分回すも一緒やから。はい、ああ出ちゃったね、これ。ああ寄せ書き入っとんちゃうやろね。寄せ書き入っとんちゃうやろね。松井さん思い出すよね。いや昔あの天地の発祥に届け出しに行きましたよ。やめてくれ。この先で。まあね、いろいろ思想もございます。そうもございます。個人差、はい、個人差ありますんで、今日はあくまでシューちゃん Z のこの車をね紹介してるっていうことなんで、皆さんご勘弁くださいね。はい、そういうことなんで、いろんな考えの方もいらっしゃいますんでね。なんだこれ。すごい止め方やし。
すごい撮れ方やし、もう、はい、ということで本日まだもう一本あるよ。いや、もういいです。もうお腹いっぱいさ、もうお腹もうはち切れそうです。止めて、あ、止めて、あ、閉めて、どんちゃん閉めて、お腹いっぱいよ。あ、もう、はい、はい、ということでどんちゃん、お疲れ様でした。今日も元気です。ありがとうございました。